はい、ピース検索やっていきます。ということで、今日は沢谷さん使っていきたいと思います。はい。50の人がいなくて、ちょっとこんな感じですけど、はい、ありがとうございます。はい。で、まあ、タグボがめちゃくちゃ強い、しかも打撃走塁になるキャラなので、まあ、強いは強いと思うんですけど、うん。まあ、総力上限ってとこか、微妙なのかな。基礎ボナないんだね。あ、ある。ちょっとだけある。っていう感じなので、まあ、個人強くしてくれるのと、まあ、その固有の効果が、まあ、どのくらいのもんなのか見ていきたいなっていう、はい、感じでございます。はい。で、ちょっとアンダー製造機入れれなくて、伏黒入ってます。まあ、肩とかが足りなくなってくるんだよね。上限の噛み合いがすごい悪いので、闘争キャラ、まあ、固有ボーナスついてまあ強くなったとは思うんですけど、まあ、デッキの噛み合わせがやっぱ悪くなっちゃうのが難点かなっていう感じなので、本当それが改善されるかどうかで使えるか使えないかって感じなんじゃないかなっていうふうには思っております。はい、とりあえずツアーの奪いにどっかで行きましょう。うん、あざっす。で、まあさすがにまだないか。とりあえず評価上げていきたいんですけど、心配だな。え、伏黒いくつだった？鬼滅キャラの役割って何なんだろうね。あ、214。あんま高くないね。ワンチャン五条さん使えんのかな。炭治郎は危険。まあ、敏捷かな。敏捷足りる問題あるもんね。あらあら。こうやって能力上げの方にはいけないのか。あ、能力上げの方にはいけないのか。45。難しいな。評価上げたいんだけど、ね、あ、これ選択肢わかんない。沢渡り。いた。沢渡りさんはあ、上でも追われるけど下だと2個かで不確定。あ、わかりました。打撃タック。いや、評価上げたいんだけど、これ絶対バトられるでしょ。まあいっか。告白。これ勝負していいの？ああ、まあ失敗が一番低くて勝負しないが真ん中で、勝負すると一番点が高いって感じか。まあ何でもいいかな。あ、勝ったな。伏黒。うん、安全に行くならここ。1周目は大丈夫だっけか。はい、ああ筋力いいっす。ああ筋力でいいか。筋力でいいかな。無駄デート。そして何依存だこの人は。打撃。沢渡りもういける。さすがに打撃。あざざます。今5位。負けとるやないかお前。炭治郎に供給してあげないとかわいそう。まあでもここか。ラブパがめちゃくちゃ来るね。精霊ナイス。忍耐ないので促進かな。ソウルだし、はい、 OK。 水木のおかげで打撃が来やすく、おい失敗です。打撃が来やすくなるはず。どうしようね。ティアンジローか。ああ、まあ走塁かな。あー、どっち行こっかな。サワタリーノ行っちゃいましょう。下がってる下がってるけど打撃タック、ああいいんじゃないですか。ミッキー奪えるけどめちゃめちゃ人数が多い。負けんのかい。矢部君はいくらでも負けていいんですよあなたは。あんま美味しいのない。あ、練習に戻れない。肩、守備、打撃かな。まあ渋いんだけどね。デート何回目これ、3回目じゃない。スワロの欠点はね、なんか闘争だとなぜかデートの走りがめちゃくちゃ速いっていうね。そこにつきますか。これはここ行くしかないか。コツ取ってないですよ。ナイスミッキーズ。なんか俺所持してるキャラが全然違うからさ、ミッキーがなんか活躍してんのすげえ不思議。2人いる。あ、どこ？炭治郎かな。500点でしょ。全員タップしとくか。次クリスマスな。おーい、ナイス。 14% だけど怖っ。 14% どうする。ちょっと怖いので使っちゃいます。これをあと500発ぐらい撃ちたい。まだ1位慣れてないんだよね。あ、炭治郎が生き返ってきた。あ、もう1位慣れるからね。守備か、勝ててないので守備かな。振り方が下手すぎる。799。あ、なるほど。印象に持ってかれてんだね。そこでデート一番いらないでしょ。回復したばっかよ。おい、びっくりした。勝てれば強いんだけどな、これ。勝てないので、まあ、メンタル金徳が筋力系なんだよね。330、あと10か。まあメンタルでいいか。ティアンじゃない、メンタルでいいや。あ、気迫ヘッドでいけるかな、もしかして。ちょっと待って、弱すぎるな。筋力が引きたいんですが、あ、であれか、今戦力下がってんだな。縛りちょっと待って、誰もいない、誰もいない。やる気回復のチャンス。あ、キリル勝ってんのか、いけんじゃない。弱いけどちょっとタック少ないかな。はい、どうしよう、弱いな。一応孤児狙っていきますか。孤児1人保管かな。これでいきます。どうしよう、メンタルでいいや。耐える温存、まあ、次デートだけど。ちょっと待ってやる気やば、やる気がやばいですけど。ダブルタック筋力欲しいな。どうしよっかな。阿部比多分取り方いいとは言えないんだけど、これでいきます。デート終わり、早い。やっと1万か。ああ、精神行きたいです。うん、ナイス。そろそろタックも呼びたいんだけどね。石黒が強くなっていく、素晴らしい。守備黒いいかもしれない。技術どうしよっかな。開けない。707だとまだ多分取れるってことだよね。まあしょうがない。金賞くれ。筋力でもいいよ。どうしようか。型かな。やっぱ伏黒強いな。はい、メンタルいきます。確定だもんね、しかも。はい、ダブルタック。敏捷いく？強くないもんね。印象いくか。ちょい臨床どうしようか。はい。キリルナイス。キリル筋力が欲しいな。じゃキリル筋が欲しいです、筋力がやばいなそれにしても筋力がやばいな。ああナイス。特にクソ強タックも来てないので伏黒ナイス。さあ何来るかだな。これで守備かな。弱いのしかないよね。肩上げながら413もう終わってるね。はい鶴瓶打ち、まあ、早いんだけどタックは来てないのでちょっと何とも言えないです。ああメンタルでいいかな。コツってまだ入る。はい、行きましょう。ただもう、所持経験点があんまりなくなってきてるんで、パック踏みたい。まだメンタルいけるな。いけるな。どうしようかな。999ではないよね。961、999っぽいな、これは。979だった。残念。おお、怖っ。サボり癖か。練習の時きついな。1対1は平気なんだけど、ミキバイバイ。さあ誰？忍耐今忍耐今もういらないでしょ。どうしようこれ。まああと混沌なんだね、東堂さんは。ブギウギ的なね。忍耐革命。いや、革命はいらないか。革命2人いや、革命2人はいらないでしょう。戻ってきた。ダメだね。保管でいいや。あ、で筋力ありだな。一応タックなんだよね。筋力にしよう。あ、まだちょっと持ってるのか。こっから失速しそうだな。今何点？今2万。打撃でいいか。あ、これはいっていいかもな。お願いします。ダブパ来い。オッケー、ありがとう。犬川が敏捷いっぱい持ってる。お前も敏捷いっぱい持ってる。メンタルいきたいっす。どうしよう。逃げたか。さよなら直でいいか。はけ方がむずいんだよね。はい。まだ999いってないもんな。ちょっと遅いですよね。あ、ティアンジロナイス。ティアンジロ行きたいと。ちょっと筋力全然ない、そういえば。ありがとう。基礎本。2勝かな。てかアンダーまだ取ってないんだ。今一回取っとこうか。回復できそうだし。できなかった。筋力かな。炭治郎がさよならパティーンだ。まあ便所もらいに行くしかないかな。この前に金徳ティアンジローバイバイ。芸術流し。ああ、ここ体力が。体力的にどうなんでしょうか。技術は全然欲しいんだけどね。怪我率下げるか。いけると信じて。無理にいかなくてもいいような気もするんだけどな。999 999っぽい感じだな。何取ろうかな。ああ、959。今何点 ?3 万いってない。まあだから4万は結構難しい感じだな。まあでもタック全然一発でしょ。強いの一発で転校生も雑魚だったから、まあまあまあそれにしてはって感じか。あと早く持ち込み厳選できるようにしてほしいな。闘争でもできるようになってるはずなので、途中からかな。マジお願いします。45%、 さすがに休むか。招きなしでいけるとありがたいよね、本当はね。でカラデートした方がいいかな、もしかして。どっちがいいんだろう。体力があんまか、ああカラデートした方がいいわ。どうしよう、守備行きたいかな。この中だと守備行きたいかな。もう今更だもんな、この辺。筋力持ってるやついんのか、いないといないと割と罪なんですけどね。これでおいらん、おおナイス、素晴らしいのが来た。あー、まあでもしょうがないね。まだ保管のおかげで多少モブでも点はくれるって。肩でもいいな。筋力稼げるなんかが欲しい。2回の裏、闘争学園攻撃に入ります。トップバッターは並木、投げました。これはいい当たりだ。いったー、障害。闘争学園リードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で並木、第2球投げました。めったくら強烈、打球見上げた。6回の裏、闘争学園攻撃に入ります。先頭バッターは並木、今日3打点を挙げています。打ちました、痛烈センター。闘争学園リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている。あっといった、入った入った。闘争、はい、いやーなんか違うな。メンタルかな、メンタル臭がするな。あ、ナイスキリル、ナイスキリル、それを待ってたよキリル、ナイスキリル。うるせえよっていう、うるせえやつからのナイスキリル。この8点どうしよう、別になんだけど、ね、ああいや、ナイスキリル。いやマジスレスレ、守備踏みたいな。こんなにはいらないんだよね筋力ぶっちゃけね。ナイスキリル。ただ広角まで取ってない。守備あたり踏みたいな。今何点なの？ 3 万まだいってないの？あと2回でしょ。2000点ぐらいだからな、取れてもな。0対0で迎える2回です。バッターは並木。投げました。きたー。いったー。入った。ちょっと点ためがうまくいかなかったですね。打った。これは強烈。いったー。入った。最初に水木が引けたぐらいで、まあ水木とまあギリギリ忍耐引けてれば、まあ多少はなんとかなったかもしれないですけど。まあ、忍耐、まあ、あとはタックがね、タックあと一発、おい、あれ、俺、ホーマー2本打った。あー、危ねえ。打席がいい、思ったほど少なかった。これ、あと2発、やば。もう積んでます、先生。いや、みんなの点数がすっからかんです。誰か点持っててよ。海岸ってまだできんの？あ、できんのか。まあ、じゃあ一応筋力吐ける材料はあると。守備がいいかな。守備か、まあ最悪敏捷。まあ溢れるけどね、その場合は。この回の先頭バッターは並木。投げた。打ちました。痛烈。左中間を。桐草学園リードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で並木。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げた。完全に外れた。ボール。次が4球目投げた。あばばば。ライト前進。これは久しぶりに打つと球速いんだけど。桐草学園リードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面。その日の調子あるよな、バッティングな。アプリは割といつでも打てるんだけど。第3球。これはいい当たりだ。バックスペードの方がストレート速いからビビるんで。ツーアウトランナーなしという場面で並木。今日3打点は初球から打って取りました。これでうええ負けた。ちょっと金徳もらえるか分かんなかったじゃん。あれは優勝したらもらえるの？どうしようこれ。いらんいらん。おい、なんでそういうのよこしてくんだよ。なんか電光石火もらったみたいになってんじゃん。めった打ちはいるでしょ。電光石火いらないでしょ。まあちょっと個人が引けなかったんで、ちょっと強さわかんないんですけど、正直。まあ必須ではないかなって感じしますね。高校キャラ。シグロディア。まあでもこいつ入れないかなと。はい、ということで、そうだね、まあいらないかな。より、まあ、タックとかもっとちゃんと引ける強いキャラを入れてった方がいいような、まあ、弱くないんだけどね、タック自体は。どこなんだろう。まあ悪くはないと思うけど必須じゃないかなって感じですね、やっぱ。うん。やっぱ噛み合わせ悪いんで、噛み合わせ良くなると入れたくなってくるかなっていう感じはするんで、うん。以上です。はい。とりあえず、そうだね。以上でございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。